おはようございます、こんばんは、バディオです。さあ今日もウォールボッツ皆さんと一緒に見ていきたいと思います。ついに iOS 側もアップデート 8.5 来ましたね、マッチがかなり早くなってね、やりやすくなったんだけれど、月末ということもあってですね、戦場がカオスな状態です。相変わらず一方的に勝つ試合か一方的に負ける試合か、全然面白くないんだよねもうね、今日20戦ぐらいやってさ、動画が全然いい動画が撮れなくてさ、どうしようかと思ったんだよね。まあその中でね、まあ今日の活躍というか今日のテーマのこのフェンリル君だから、ちょっと見ていこうか。フェンリルのメース と、パンチャーズを積んだ、火力のフェンリルで、モジュールはリペアのニュークリです。で先日の電波が新しくなって強固なウォリアーってこれをちょっと入れてみました。まあ、結論から言うとね、もともとね硬くてね強いんで、これ入れてねなんか変わったかっていうとね、全然わかんない。結構お金使ってさ、これ入れてみたけどさ、いらねえんじゃねえって気はしないでもないな、あんまり関係ねえなって感じでドローンはですね、もう超硬いやつ、ナブラ積んでます。オンリペア使って硬くなるやつね。でサプレッション入れて少しでも長生きしますっていうようなセットアップです。まあこれでね、敵陣に、突っ込んでってオラオラしようかなっていう、まあ、企画なんですけれど、まあ刺さった試合もあるしさ、刺さらない試合もあってさ、なんでかっていうと、もう最近もうね、パンチャーセラフが多くてさ、3機ぐらいにパンチャーセラフから囲まれたらね、もうフェンリル君でもね一瞬で解ける、もう全然ダメねそれぐらいね今ぶっ壊れてんだけど、まあぶっ壊れついでにちょっと話するんだけどさガチャの一番高いやつの中の、レアチェストだよね、ここにね例のやつ入ってましたね、これイミューアンプリファイヤー、これ入ったらぶっ壊れっから。スタック30で、フリーズの耐性、凍結耐性が、つきます。異常のね、凍結の耐性がつきます。逆に言うと、ドローのですね、要するにこれを搭載した状態でドローンがすぐ出てこねえと思うこれだなドローンのさ、このチップね、こいつオンフリーズイミューンダメージってやつ、要するにフリーズを無効化してる間にダメージが増えます、 35%。 これ2つ積んだピークとかね、パラライシスだと、さっきのイミューンアンプリファイア積んだ状態でスタック30溜まるともう常に 70% の火力アップだから、多分まだね、実際にその、状態になってるのを、目視できてないので、確認できてないので、一応動画は作ってんだけど、この、考察動画ね、私自身が持ってないからさ、考察のこうなりますよっていう未来を予想する動画を作ってはいるんだけれど、それをちょっと確認してから上げようと思って今日はまだね上げてないの。だけどこれで 70% アップでしょ。でニュークリで、95スタック、溜まると 76% 火力アップするので、合わせるとね 146% アップなんだ。これねパンチャーセラフに乗せるともう化けるからね、2回アビリティ使ったら多分ね、防御側の、30っていう、スタックをすぐ溜まるし、攻撃側の95もね多分ね、溜まる、2回アビリティ使うと。そうするとパンチャーセラフが、2.5 倍の火力で飛んでくるから、あの脅威のスピードで、どういう状況かっていうとね、ベヒーモスいるじゃない、パンチャー4本積んでる、あいつがさ100キロぐらいの高速になってね突っ込んできて一気に攻撃して一気に帰っていくっていう感じ、そういうイメージを持ってもらうといいと思うんだけど、もう明らかに環境ぶっ壊れるでしょ、もうチーター並みだと思うね。このイミューアンプリファイア誰が設計したか知んないんだけど、もし本当に、状態異常スタック30でさっきの三角のね、イミューンこいつこのチップが発動するようだったら、多分ね1ヶ月しない間にさ多分ナーフが来ると思うね、これそれぐらいね環境ぶっ壊しそうな感じっていうのをちょっとさ、動画で上げてるんだけど、まだねそれが確認できてないのでちょっと今、ウェイトしてます。ひょっとしたらそうじゃなくて攻撃を受けた時だけ、火力増しになるような、ちょっとねマイルドな設定になってるかもしれないよね。フォークのさカエルっていう電波で昔それと同じようなことがあって、すぐ運営側はナーフしたので、カエルってやつをね、
ていうのをちょっとあったんで、ひょっとしたらね同じようなことになるんじゃないかなと思って今ちょっと慎重に語ろうとしてます。そんな感じですね。まあこれは追ってさ、ちゃんとした企画として上げてきますので、その時ちょっ と、またお話しますけれど、まあ多分ぶっ壊れるになると思いますっていうところです。ちょっとね、余計な話挟んじゃったんで前置き長くなりましたね。今日はですね、このフェンリル君活躍した試合をですね、1戦だけ見ていきましょう。ちょっと本当は2戦見ようと思ったんだけど、前置きのトークが長くなっちゃったんで、あんまり長くなるとね、みんなのさ注意もさ散漫になってきちゃって楽しくないと思いますんで、1戦だけちょっと見せてきますので、それでは皆さん一緒に見ていきましょう。よろしくどうぞ。さあやっていこう。バトルモードはビーコンラッシュだ。よし、マッチしたね。マップはムーンですね。もう初手いきなりこいつからいくぞ。フェンリル君で、もうね中盤出してたらさ、あっという間に試合終わっちゃったりとかさ、もうずっと負けっぱなしでさ、活躍する時間がないんだよね。もう頭から出してくからさ、これでもうセンターも仁王立ちしてオラオラするぞ。まあちょっと足が遅いからさ、オラオラするのにちょっと時間かかるから、みんなちょっと待ってて、ちょっと待っててほしいな。よし、やって入っていく。しかし敵がどこにもいない。いた、お前からやってくぞ。なんか柔らかそうだな。おい、なんだおい、みんなどこ行っちゃった。敵いねえぞ。おう頼むぞ。よっしゃ、ここにいた。突っ込んでこい、こっちに。なんだ、セラファー、セラファー硬いから嫌なんだよ。味方随分押してるな。ちょっと待って、どうするか。どこ行くぞ。いや、そこ行くぞ。よし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 、敵を探してさまよっていく感じだ。味方が強えな。おー、もうフェンリルが活躍してるんかどうかが分かんねえ。あー、やっぱり真ん中入りやかったな。真ん中やった方がもう活躍できたぞ。どっちかっていうと目の前のケプリがすげえ活躍してる感じだぞ。もう なんか俺がうろうろしてるだけでさ、全然活躍できてんじゃねえぞ。これどうなってんだこれ。敵もうちょっと頑張ってくれ、頼む。どうするかな。いや、団子がいるのか味方に。お前がいるからちょっと俺が活躍できねえんだな。さては、まあしょうがねえな。さあどうするぞ。これ全然敵がいねえんだけどさ、もうなんかあっちだりこっちだりしてさ、上になんかいるのかな。これ、ああ、上にいるのはみんな。よし、来た、お前だ、貴様だ、貴様が俺の。まずは、いや、ちょっと足が遅くなっていく。これちょっと困ったぞ。いや、これ色変わんない、しょうがない。やっぱりさ、敵陣の中で仁王立ちの方がね、かっこつくな。よし、赤の中で立っていくぞ。これちょっと隠れんなお前。なんだお前、団子だらけじゃねえかよお前。お前は団子三兄弟って呼ぶぞ。やっていくよ。いや全然削れねえんだけど、どうなってんだ俺。なんかよくわかんねえぞ。全然活躍できてねえんだけど、攻撃しか受けてねえんじゃねえか。攻撃当たってないぞ俺の攻撃が。おー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 、今日くる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 動くなよお前、この団子。もうここで居座ってな。もうなんだよ、もう次か次と。こっち来い、こっち来い、こっち来てくれたら攻撃するから。よし、そこで止まっていけ。グラビティ落としてそこで止まっていけ。俺あえていかないから。やっていく。なんだよ、よし、キルも取った。そしてダブルキルもらっていく。後ろの貴様はトリプルキルか。やっていくぞ。いや勝てえな、やっぱりさすがに。パンちゃんさ、フワちゃん入ってるだろお前、超勝てえぞ。てか気がついたら味方全取りかよ。もうあっという間に終わりそうだなこれ。しかも足遅くてさ、足遅くてかグラビティかかってるじゃん。やべ。これフェンリル活躍どうなのか。なんかオラオラしててさ、かっこ悪いだけなんだけどな。やっぱし自陣を守りに行く。よし、そこに敵が入ってこい。足だけ止めんな俺の。足を止めたらかっこ悪くなるからさ、やめてくれ。よし、入っていく。ここで守ったらかっこいいぞ。やっていく、やっていく。よし、ラススタまで。俺のフェンリルはちょっと硬いぞ。いやー、くるくる回るな、頼む。そこで止まっててくれ。いやー、あー、くそ、こいつくるくる回りやがった。いやー、そこ引っかかってくれ、頼む。あー、なんだよもう。くそ、ちょっと
下がらない。ああ、なんだよ、ルチャが活躍する動画になっちゃったるぞ今。よし、キルだけもらっていく。いや、ほんと活躍してるって言えねえなこれ。いや、貴様は全然そんな痛くもかゆくもない。突っ込んでいく。ああ、また団子がいいとこ取ってきそうな予感がするぞ。いや、ダブルキルは俺がもらって。誰だなこれこの動画なんかボツになりそうだぞ。便利で活躍できないんだよな今日は。なんか知んないけど、一方的に勝つか一方的に負けるかしかなくて。まだあんな団子いんのか。最近団子多いなおい。いや、なんかサプレッションかかってんのか。そうでもないな。全然回復が出ないんだよ。気のせいか。回復してんのか。あー、めんどくせえ。まずい。あー、もうミリってっからこれさ、まずやれねえな。このマーズやったら超かっこいいんだけどな。ちょっと無理だな。あいつずっと俺攻撃してるから、これ無理だこれ。あー、マーズ活躍動画になってるじゃねえか。 GG だ。いや、 GG かどうなってんだ今日は。もうこんな試合ばっかだぞ。さあリザルト見るぞ。2位か。あー、5キル6ビーコン。なんともこうしょっぱいリザルトだよねノーコメントだなこれは。はい、そういうことで今日はこれ一戦だけにしときます。はい、ご視聴ありがとうございました。気に入っていただけるようでしたら。気に入っていただけないよねきっと。チャンネル登録 と、高評価もよろしくお願いします。それじゃあね、またね。じゃあねー。